皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。女優、小芝風花が主演を務める富士テレビ系木曜劇場、大奥、木曜、午後10時、が28日に最終回を迎え、江戸幕府の第11代将軍、徳川家成として登場したまさかの俳優にネットで反響が広がっている。写真、鈴木福、衝撃のチャラ男、姿。 富士の「大奥」シリーズが同局の連続ドラマとしては2005年に放送された「大奥花の乱」以来約20年ぶりに新たな令和版「大奥」として復活主人公五重宮智子小芝都大十代将軍徳川家春亀梨和也との政略結婚を軸に物語が展開したお品西野七瀬 が生んだ男児の定次郎は死んだとされていたが、最終回では実は生きていたことが明らかに。城に戻ったお品は真実を友子に伝え、豊千代と名を変えて大事に育ていくことを決意する。そして最後に、時は巡り、家春公の養子として迎えられた豊千代君が晴れて元服を済まされ、十一代将軍、徳川家成様とおなり遊ばされたのでした。 とのナレーションで登場したのは俳優の鈴木福だった放送後はドラマの公式インスタグラムでも最終回のご視聴ありがとうございましたそして皆さんお気づきになられましたかそう徳川家成役はシャープ鈴木福さんが演じられていましたと明かされ将軍になりきった鈴木の凛々しい姿をアップ SNS 上ではまさかの福君を驚いた福君 って叫んでししままいました福さん、時代劇の衣装も凛々しくてお似合いです。福君が四次ぎで嬉しかった。大奥ロス、などの声が上がっていた。小芝風華が主演を務める富士テレビ系木曜劇場、大奥、木曜夜10時、最終話となる第11話、28分の3放送が急展開の後に幕を閉じた。大奥の炎上や秘められた真事実が明かされるなど、 のの展開に驚きの声が寄せられた一部ネタバレを含みます画像「女同士ドロドロだったこと」もフジテレビのドラマ「多くシリーズとして5年ぶりに復活する本作は「人はなぜ愛を求めるのか愛とは何なのか」をテーマに書く江戸中期を舞台に第10代将軍徳川家春との政略結婚を強いられた主人公五重宮道子が人間たちの思惑嫉妬 憎悪、悲哀が渦巻く大奥で熾烈な戦いに挑む。最終話では、浅間山の噴火により、江戸が大混乱に陥る中、病に倒れた将軍、家治、亀梨和也、が亡くなり、撤居兵門を命じられていた田沼を継ぐ安田健、持ちい、力を得たかに見えた松平定信、宮舘良太、も失脚するなど、大奥も大きな混乱の渦に巻き込まれた。 多くの新展開が描かれる中、お品、西野七瀬が産んだ定次郎が実は生きていたという新事実も明かされた。定次郎は四次争いを避けるため、御三家の一つである一橋家で豊千代とを改めて育てられていた。すでに亡くなっていた家春が、智子と側室たちを守るためについた嘘であり、いつか平穏を取り戻したその後に、定次郎を皆で育ててほしい。 御台、お品、お千穂と徳川家紋の三葉葵のようにという思いが込められていた。三人の妻たちを三葉葵に見立てた粋な計らいに、SNS 上では大どんでん返し、素晴らしい嘘でしたね、聡明な上様、うおおおお,お徳川の三葉葵を三人の母親になずらえるの胸熱、そういうことか、素敵な終わり方の声が。ドラマならではの展開に、 歴史よりもハッピーな結末、と、嫉妬渦巻大く奥が愛あふれる家族の物語として終焉を迎えたことに喜びの声が上がった。なお、放送日の28日は、三つ葉の日、として知られていたことから、最終回にふさわしい日でよかったです、との声も寄せられた。今井優、どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。